猫の神山を演じられました山田孝之です。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの今日の山田はいつもとちょっと違うところがあるんだけど、わかるかな。まあでも見た目じゃあんまわかんないかな。なんかでも雰囲気とかちょっとあでも時間帯を考えたらちょっとわかるかもしれないな。わかんないかな。今日の山田はあの胃の中にご飯が入ってるんですよ。 普段ね結構朝昼はまあ食べないから、やっぱ仕事の時とかだいたいこうみんなあ胃の中に入ってない状態の山田を見てるんだけど、今日は遅い時間だったから胃の中にねご飯が入ってるって違った。ああなった。<laughs> おおお<今>俺ですか？あごめんなさい。ごめんなさい。今今シナリオ喋り込んじゃってごめんなさい。何でした質問初？初日を迎えて初めてどいういいやもうね素敵な映画ですから本当に僕も。 大切な映画の作品が一つ増えたのでこれを多くの人にもっと知ってもらってみんなあの大切な作品心にずっとこう残,って残り続けてほしいなと思います<え>、はい、寺田さん、どうですか山田さんの,、ねはい、このプロフェッショナルなトークは僕すごく今緊張していたのでもうすごく緊張がほぐれたしちょっとこう明るくなりましたね。 素晴らしいですねいつもよりパワーアップしている山田さんが見ることができましたご飯が入っているとそうなんですよ珍しいんですよ入っている状態の山田ははいごめんなさいちょっと話し込んじゃってあんま喋りかけんの。あのえっとリージ事でしたっけはいのあのこう思うシーンがあるじゃないですかあの あれ写真見てたんじゃなかったでしたっけ？あ写真見ました。あそこはもうやっぱりあのシーン来た時にあはいはい来ました来ましたよこれって <laughs> もう来るぞこれはと思ってでもやっぱまあねあのあのちゃんと冷静に見てこうこう取材とかでも伝えなきゃいけないっていうのがあったから冷静にと思ってたんですけどあそこはもう本当にもうねうやりましたよね悲しね,ね本気でやってましたね <laughs> あ私はいうんそう本当 <laughs> やっぱ本気で来られるともうこっち無理なんですよねなんかうわわわうわ泣,泣かない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 って思ってても我慢しなくていいんだよってなんかこう聞こえてきて泣いていいんだよって思ったらこうバーッと出ちゃって一応その1回目がそういう感じだったんでちゃんと次見る時はもうあの冷静に見ないでもう心をこうフルオープンの状態で映画全体を見たいなって思いますね。 陣山、はい、的にはどうなんですか、陣山のシーンで<参>、ここは俺もーって、はい、陣山、陣山 <laughs> <人参>は <laughs>、かかっっこよかったでっすね、うん、なんかね、強い、戦うし、うん、<laughs> 落ち着いてて、ああ、こういう猫になりたいなって思いました、ね、屋根裏のラジャーの公開初日と、これからのさらなる大ヒットを祈願して、せーの、うん、って言えます、はい、大丈夫ですかはい 一回練習で、寺田さん、お願いできますか。屋根裏のラジャーの公開初日と、これからのさらなる大ヒットを機関して。せーの。ラジャー。はい、ラジャー。ラジャー、ラジャー、はい、ラジャー。どん、言ってやる。言ってから。はい、わかりました。はい、もう一回、もう一回練習しましょうか。皆さん、ラジャーって声出しちごめんなさい。いいですか。はい。 屋根裏のラジャーの公開初日とこれからのさらなる大ヒットを祈願して、せーのラジャーどーはい、はい、あ、<laughs> おお、<laughs> 練習練習練習 <laughs> 練習あは <laughs> いや、ごめんなさい、まだ練習。 そういうことあるかなあ、危ない危ないふぅよかったよかった練習さっきしなかった寺尾さんびっくりするじゃないですかもうだったらしい練習は何回でもしましょうね何回やってもいいですからね、練習はねびっくりしましたねじゃこれ僕は一番びっくりしたの屋根裏のラジャーの公開初日とこれからのさらなる大ヒットを祈願してせーのラジャー